無事に1回戦勝つことが、できました。はーい。ね、もう。ベルみたいな感じなの。よいしょ、通していただかないと。最悪。何をしているか分かりませんでした。じゃんけんで勝ったら使うわ。最初はパ、よっしゃー、やったー。概要欄にあれインスタやってるっけ。やってます。インスタとツイッター貼っておくんで、気になる方は見てあげてください。
ポンサー募集の方もそちらから DM で、はい、あの試合終わった後は僕のルーティンとしてはあのやっぱり体のケアがとても大事な年齢になってきたので、なんでケアをする必要があるかっていうと、やっぱりこうだんだん疲れてくると筋肉がガチガチに固まっちゃって、それで固まっちゃった結果あの可動域が狭くなったりとか肉離れとか起こしやすくなったり怪我のリスクが増えるんですよね。だからしっかりストレッチをしたり筋肉を揉みほぐしてあげて少し柔らかく、してあげないと、どんどん怪我につながっちゃうし、まあ、年齢も年齢なんでやっぱりね体のケアに気を使わないと次の日戦えなくなるんで、まあいろいろあると思います。ヨガマット敷いてあのストレッチをしたり、こうスポーツ用のこういう筒あるじゃないですか、こういう筒、そういう筋膜リリースできるようなポールなんかを利用して、しっかり、筋膜を剥がしたり、体を伸ばしたりっていうのをよくやってます。その中で、今回ねあのこれを提供してもらったんですけど、 UFIT さんのマッサージガンですね。僕マッサージガンはテニスバッグに必ず入れるようにしていて、こうやっていろいろパーツが入ってるんですけど、僕はこのちょっと細長いやつが一番お気に入りで、振動を与えて、なんかねこうストレッチとか自分で押すだけだと入っていかないところがあるん で僕の場合は特に手首と肘がすぐ痛くなっちゃうんで、このラインにかけて振動とこういう圧をかけて筋肉をなるべく柔らかくしてあげたりとか、グリップ結構ギュッと握っちゃう癖があるんですよ。だから人よりも結構脱力することが苦手で、すぐに腕がパンパンになっちゃうので、こういったものでしっかりツボを押したりとか振動を与えて、その緊張をほぐしてあげるっていうのもよくやったり、しますね。自分がやっぱ脱力させたい時にはこういう道具を使う必要が僕はあると思ってるので、毎回試合会場では必ずやるようにしています。で結構こういうマッサージガンっていっぱい出てて当たり外れが結構激しいんですよね。まあ、一つはその価格帯が高かったとしてもこうちょっとこう強く押したら止まったりとか壊れやすかったり音がうるさかったりってあるんですけど、やっぱりマッサージガン界もインフレがどんどん起きてて、まあ、これもそうなんですけど結構、価格がそこまで高くなく、そして軽量であることで音があんまりうるさくないで、ちっちゃいのにちゃんとパワーがあるかどうかっていうところをクリアしている商品ということで、前回もねちょっと支援していただいたんですけど、その時よりもやっぱり軽くてパワーがあるものになっているので、やっぱこうやってちっちゃくて、僕の考えはちっちゃくて軽くないとテニスバッグに持ち歩くモチベーションが出ないんですよね。まあ重くなっちゃうのも嫌だし、やっぱりジョップの大会回ってると遠征がすごく多くて、なので移動とかが多いから、どうしても僕の中では荷物はいっぱい必要だけどテニスバッグはなるべく、軽量にして遠征に行きたいっていう派の人間なので、これちっちゃくて軽いものは、すごく、助かってます。まあ、万が一すぐ壊れたりちょっと微妙だなと思ったら保証が180日間、あるし、僕のこの YouTube で見ていただいた方はですね、クーポンの方がありますので、そのクーポンを利用して買っていただくとちょっと安く買えたりするので、詳細とか、ホームページ見てみたい方は概要欄の方に、飛んでみてください。もう、テニスバッグにマッサージガンを持ち歩くのはもう当たり前になってきてる。やっぱ試合会場でももうみんな持ってるんですけど、やっぱりこうやって僕みたいに社会人プレイヤーとか働きながら、練習やトレーニング試合を回る方なんかは結構もうみんな持ってる。なんなら試合中チェンジコートでもうマッサージガンでこうやってこう筋膜リリースする人も最近よく見るんで、ちょっといろんな、使い方ができると思うんで、ぜひ一度試してもらえればなと思います。